はい、本日も始まりました。ゆうご .tv でございます。今日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょう。教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。ということで、本日のお題はですね、闇雲に貯金はしすぎない。一定の貯金ができれば成長するためにお金を使う。こちらを今から読んできます。貯金し始めたら保守的な人生の始まりです。貯金をする人は決まり文句のようにいつもこう言います。将来が不安だからもしものために貯金する。もちろん貯金は大切です。将来発生するかもしれない万が一のために備えがあるといざという時の助けになります。しかしだからとはいえ貯めるべき目安は作ることが大切です。蓄えがたくさんあるに越したことはありませんが、一方的に蓄えるばかりも賢い選択ではありません。もし余裕と感じる一定の貯金ができれば、残りの稼ぎは自分磨きに冷やすことをお勧めします。今の自分に投資をせず成長もしなければ将来のもしもの時に乗り越えられることができません。将来がわからない将来のために際限なく貯金するより、今の自分の成長にお金をかけていく方が将来性があります。今の自分に投資をして成長していった方が将来もしもの時に大いに力になります。お金は使わない限りお金としての役目を果たしません。果たしていません。単なる精神を安定させるためのお守りに過ぎません。今の自分のために投資すれば成長するための道具となります。投資ではなく貯金をすれば精神安定のお守りになります。そうした自分磨きが将来起こるかもしれないトラブルの予防策にもなるのです。今日の格言、お金を守りにしてしまうくらいなら今の自分の成長に使う。なるへそがワールドだね、これは。よく言うよね。そんな将来老後のために若いうちから貯金ばっかりしてどこも出かけずに引きこもって何もしないでいてたらダメですよみたいなね、よく聞く。かといって全く貯金がない俺みたいなバカはどうしようもないですけどね。本当に自分に、確かに自己投資大切。今俺29で来年30なんだけども、ちょっと理想の自分像があるので、それに向けてちょっと自分に投資していきたいと思います。もっと有効なね、お金の使い方をしたいと思います。生きる金を、生き金を使えるように、試行錯誤して金を使っていきたい。その前に稼げなきゃ、稼ぎたい。はい、ということで本日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。それではまた明日、ドドン。